皆さん、こんにちは。今回は伊藤美誠さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。パリ五輪を待たずに検証を、という声が上がっています。必ず変わると見られているのが選考方式です。万人が納得する選考方式はありません。厳しくない選考レースもありません。しかし、卓球のパリ五輪代表選考方式はかつてない物議を醸しました。トップ選手の目標は五輪代表になってメダルを獲得することですから、別の競技のようだと言われるほど違う国内対策と海外対策を強いられ、負担とねじれが増していました。野島 T リーグをポイント対象としたことにも疑問の声が上がっています。総じて選手たちの悲鳴のピークは昨年5月、第4回国内選考会の直後に世界選手権個人戦が迫っていた頃でした。強化本部も何とかここを乗り越えてと願ったのですが、篠塚大登選手、愛知工大が腰痛で世界選手権を欠場し、伊藤美誠選手スター2は腰周辺の痛みが出て今日まで治っていません。その後、早田ひな選手、日本生命、張本智和選手、友和企画が独走体制を固め、プレーも上向いた頃から表面上の批判は静まったようです。選手たちが腹をくくって戦いに没頭し始めた以上、ひとまず見守ることも一つの姿勢と言えます。そして卓球は戦型や慣れの影響が大きく、主力選手の序列が国内と海外で比例しない時代がありました。国内中心の選考が広く理解を得られるとすれば、日本が中国のように、国内で勝てることイコール世界で勝てる水準に達した時でしょう。そこまで来たと言えるのでしょうか。昨年6月、宮崎義人専務理事はインタビューにこう答えています。日本にはカットも表ソフトも右左もいて、そこで勝ち抜くこと自体が世界で通用する選手だと思う。世界選手権個人戦5月でも張本智和と早田の戦いぶりはダントツで、トップ選手が中国と互角に渡り合っている。逆に国内6、10位あたりで世界選手権に出していれば勝てた選手がいるなら誰ですかと聞きたい。選考ポイントが国際競争力の順になってきていると述べています。2月6日付世界ランクでは男子の上位10人、女子の上位8人がシェーク両面裏ソフトのドライブ攻撃型です。中国選手はほとんどこの戦型です。多彩な戦型がいる国内での戦いに多くの力を注ぐことは、海外で変則選手に足をすくわれないためには必要でも、トップ10に分け入るためには果たしてどうかといったところです。カットマンの佐藤ひとみ選手、ミキハウスがカットに強い選手が大勢いる日本で勝てれば世界でも勝てると思うと言ったのは理解できるのですが、他はどこまで検証できるでしょうか。海外対策の時間がもっと多ければ、早田ひな選手はもう珍夢に勝っているとの見方もできます。東京五輪の選考も世界ランクに全面的に依拠して国際大会だけが舞台となり、2枠目を争った選手は疲弊しました。その一人、平野美宇選手、木下グループは今回国内選考会が多くて助かった点を挙げており、常に長短はあると言えます。コロナ禍が残る時期に考えた選考方式は、前提が異なる2028年ロサンゼルス五輪では必ず変わるでしょう。そのための検証は今からできる部分もあるはずです。結果を見ないとわからないこともありますが、選考方式と結果の関係が 100% 立証できるとは思えません。五輪の余韻の中で選手の頑張りと選考を曖昧に結びつければ、見直し方を誤る恐れがあります。検証チームを作って五輪後に備える必要はないでしょうか。馬場美香強化本部長もデータはありますと言います。今回の方式は平等、透明性も強調されました。より多くの選手にチャンスをと、2枠のための国内選考会を6回のうち第4回まで32選手で行い、2日間で順位決定戦まで戦わせました。世界ランクを適用しなかったのも、国際大会の出場資格が平等ではなく、順位を上げられない選手がいるとの理由だったのですが、張本美和選手、木下グループは超人的な数の大会に出て2年間で624位から最高13位まで上げてきました。そうして大義を掲げながら、全日本選手権最終日の前夜、
宮崎専務理事が民放のテレビ番組で、女子の3人目は張本美和さんがいいとは思いますけど、と語る映像が流れました。宮崎専務理事は他に3選手の名前も挙げたのですが、カットされたと事情を説明し、馬場強化本部長は選考への影響を否定したのですが、強化本部より上位にある幹部の発言は憶測を呼びました。そして5日の記者会見では、冒頭で選手名だけが報告され、選考経過や強化本部長、男女両監督のコメントはいずれも記者の質問に答えたものでした。これだと図らずも言葉足らずになること、誤解を招きかねない言い回し、聞かれないから触れなかったことなどが生じやすいでしょう。はじめに選考経過をしっかり説明し、戦略に支障のない範囲で詳細な資料も示してから質疑応答に入る方が意を尽くせると思われます。資料にファンもアクセスできれば、それも透明性と言えるでしょう。それらは強化本部の3人や現場の実務にあたる広報担当者だけに任せることかどうかは疑問が残ります。五輪代表を日本オリンピック委員会JOC に推薦するのは日本卓球協会であり、広く理解を得られた選考は応援の広がりにもつながります。狭き門の五輪代表がどのように決まるのか、応援する人たち以上に卓球で五輪を目指そうかという子どもたちとその家族は見ていると思われます。卓球の世界選手権20日開幕、南アフリカダーバンに出場する日本代表が12日東京都内での合宿を公開しました。女子の伊藤美誠選手は、日本独自のパリ五輪選考方法により過密日程となっている現状に、日本のレベルが上がっているとは思わない。みんな疲労もあるし、練習もできていない。海外に行って中国人選手以外に負けることも増えてきた、と断じました。伊藤選手自身は臀部を痛め、現在は別メニューで調整中です。ちょっと骨。疲労系のギリギリの感じと詳しくは明かさなかったのですが、本来なら1ヶ月の安静期間を取るべきだと言います。ただ世界選手権は世界ランキングポイントの高い大会であり、事態は考えていないと覚悟を決めています。昨年から始まった日本独自の選考方法では、国内選考会や T リーグでの成績も反映されます。国際大会の合間に国内大会があり、高い頻度で試合をこなさなければならなりません。伊藤選手はその疲労も積み重なり、怪我を招くことになったのです。伊藤選手は独自の選考方法では現在7位ですが、世界ランキングは日本勢最高の7位です。落ち込んでも意味がない、中国選手と勝負して勝つことが一番意味がある、と厳しい状況でも前を向いていました。2月10日パリ五輪代表漏れとなった伊藤美誠選手がスタッフ公式 X に動画で登場しました。選考レースを振り返る一方で、早くも気持ちを切り替えた様子でした。五輪選考レースで同学年ライバルである早田ひな選手、日本生命、平野美宇選手、木下グループに敗れた伊藤美誠選手。3枠目の団体戦メンバーは、彼女らとダブルスが組める張本美和選手、木下グループが選出されました。これにより東京五輪卓球混合ダブルス金メダリストの落選が決定しました。3大会連続出場を逃した伊藤美誠選手は早くも吹っ切れたようで、オリンピックの選考が終わってすぐ世界選手権がある、すごく楽しみですし、世界選手権の団体戦で日本を盛り上げられたらいいなと思います、と新たな目標を口にしていました。そして選考会や全日本選手権で本当にたくさんの方が試合会場に来て応援してくれたり、見に来られない方もすごく応援してくれていたのが伝わった、と述べています。続けて、今回はすごく苦しい2年間だったんですけど、後半は特に皆さんのおかげですごく楽しい思い出というか、楽しい選考レースになったと思います、と振り返っています。今後については、これからまたすぐ新しい目標を見つけて、誰にも成し遂げられないようなことをやっていきたいと思うので、まずは世界の大会にたくさん出て、世界ランキングをどんどん上げていけたらいいなと思います、と意気込み、これからも皆さんどうぞよろしくお願いします、世界選手権頑張ります、と最後はガッツポーズで締めていました。いかがだったでしょうか。今回は伊藤美誠選手について見てきました。目標にしていたパリ五輪への道は閉ざされてしまい、涙でコメントしていたのが印象的でした。
やっと2日、3日前に3割ぐらいの痛みになってきて、耐えて耐えて耐えまくろうと思ってはいたが、耐えることはできなかった、と述べています。しかし、伊藤美誠選手はまだ23歳、2024年2月現在です。パリ五輪以外にも卓球の大会はありますし、切り替えて頑張ってくれるはずです。ネット上にも応援のコメントがたくさんありました。五輪は残念でしたが頑張ってほしいと思います。これからの伊藤美誠選手の活躍に期待したいところです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。